プランナーの破産手続きは終了しました。結局、女性の2800万円は全く返ってきませんでした。女性は現在3カ所目の高齢者の住宅で暮らしています。最悪。ここを本当に自分の住処にしたい。女性の願いです。あ、美味しい。こんちゃん遊ぼうと。何だろう。はい、よし。ほら、いらないの。あ、よかった。